ヤシマ城は、香川県高松市のヤシマに築かれた日本の古代山城である。城跡は、1934年11月10日、国の史跡と天然記念物に指定されたヤシマの指定範囲に包含される。ヤシマ城、敷地跡には、四国編路84番札所のヤシマ寺がある。白月の絵の戦いで、当、白木連合軍に敗れた大和朝廷は、 日本の防衛のために、津島機内に至る要所に、様々な防御施設を築いている。瀬戸内海の島に築かれた古代の矢島城は、667年、高安城、カナダ城と共に築かれた。また、八島城は、政権基盤の旧都を守る高安城、国土領域を守る、最前線のカナダ城と共に、瀬戸内海の政界権を守る重要なポイントとされている。 八島は、江戸時代までは、陸から離れた島であったが、江戸時代に始まる塩田開発と干拓水田は、後の時代に埋め立てられ、陸続きになった。全体の大きさは、南北 5km、東西 3km、南嶺の標高は 292.0m、北嶺の標高は 282m、山頂は平坦で、丹部は、旧街で囲まれた大地の地形で、 南霊と北霊は細い尾根で接続されている。八島城は南北霊の山城全域が城石とされている。山城の外周7キロメートルのほとんどが断崖で、南霊の外周4キロメートルの断崖の切れ目に城壁が築かれている。山城からは山下の様子が明確に把握でき、メサの地勢を有効に活用した城で、天文構造の城門の存在が判明したのは、 国内初のことであった。この建門の存在は、大野城、木城と同様に矢島城の築城においても、くだらからの亡命者が関与したことが伺える。浦勢の石類浦瀬集落の砂浜が広がる、海岸から谷筋を登れば、山上に通じた道があり、標高100メートルの山中に谷を塞いだ、長さ約47メートル規定部幅約9メートルの石類と、 大城遺構がある。この遺構は大正時代に発見され、山上の石類が発見されるまでは、八島城の唯一の遺構であった。山上の城は断崖を利用して城壁は築かれなかったとされ、山上に遺構が見当たらない。また、考古学の視点では、未実証で多くの研究者が実態の不明な山城に位置づけていた。2009年の調査で、 7世紀後半代の城跡遺構であることが判明した。八島城は二重防御の城である。裏製地区の遺構は新入路を塞いだ。遮断城で大野城と水木、鬼の城と水木城遺構と同類とされている。城門は検問構造に加え、城内側は亀城であり、通路は北側に直角に曲がる。門堂は階段城で木内から城外に向かって、 安居の排水路が設置され、通路の両側の柱穴の検出により建造物の存在が実証された。縄文以降の全長45メートル、高さ6メートルの石類などが復元された。縄文は幅5.4メートル、奥行き10メートル、入り口の高さ2.5メートルである。縄文の南側は内託式の城壁で、高さ6メートルの城壁がある。縄文の北側は、 共築式の城壁で北端は断崖に接続され、長さ10メートル高さ5メートル幅10メートルである。城門以降の見学路などが整備され、2016年3月19日一般公開となる。南令山城の北斜面土塁は斜面を利用し、 幅約2メートル、長さ約200メートル、高さ約2メートルの石積みの背面に盛り土をした内宅式の土類である。北方海上で、ヤシマ遠望ン島城は、複数の国を管轄した、軍政官の伊予総領の管轄下で築かれたとされている。山上からは、西方約28キロメートルの香川県の五色台と、 岡山県の和芝山に挟まれた美山瀬戸の回路が遠望できる。また、佐抜城山城と鬼の城も視野に入る。島内には、北端に長崎美古墳、北霊山城に千窓跡、東岸の入り江一帯は、源平合戦の八島古戦場、北端の岬に高松藩が築いた砲台跡などがある。四国にある古代山城は、八島城、佐抜城山城、 A 治山城の三条である。八島城の城門遺構は、瀬戸内海国立公園に指定された八島に所在する。日本書紀には、山和国に高安城、佐野木国に矢島城、津島国にカナダ城を築くと記載されている。日本書紀に記載された白月の絵の戦いと防御施設の設置記事は下記の通り。移行に関する事柄は、 概要に記述の通り、ありがとうございます。